アラジン。アラジン5幕のおとぎ話劇。アラディン。ドレアムティスクエインティアイ。フェムオクター。作品番号34。FS89。CNW17 は、カール・ニールセンが作曲した、劇気不随音楽、及び7曲の抜粋からなる還元楽組曲。アダム・エーレン・シュレアーの同名義曲の上演の、タメコペンハーゲンの王立劇場の異色作品。 作曲期間は1917年初頭から1919 19年1月、大半が1918年7月以降。初演は、ファーディナンド・ヘンメ式、コペンハーゲンの王立劇場にて1919 19年2月15日と2月22日。ただし、それ以前の1919 19年2月6日に、月期に先立って5曲の抜粋が、作曲者式のコペンハーゲンの音楽協会にて、 先行初演されている。千代人よ物語のアラジンと魔法のランプに基づく対話体の因文によるエーレン・シュレイヤーの戯曲アラジンは1805年7月にポアタイズック・スクリフィターの第2巻に収録される形で出版レター。この戯曲はもともと劇場で実際に上演されることを念頭に置いて書かれたわけではなかったが発表後は様々な形態で上演された。 例えば1839年4月17日には、西ユトランド地方で発生した洪水の被災者支援のためのチャリティーイベントとして、フリードリヒクーラウト、ニルス・ゲーゼの音楽、及びオーギュスト・ブルノンビルの演出によりアラジンの上演が行われている。また、1888年にはガエーレン・シュレイヤーの戯曲に基づいて書いた台本による4幕のオペラが上演された。 作曲はが担当し、その序曲は後に単独で演奏されるようになり、ニールセンも指揮している。ニールセンが音楽を担当したのは1919 19年のコッペンハーゲンの王立劇場における上演であった。演出家のは、戯曲の従来の上演では、監修的にカットされてきた部分をあえて用い、それらのカットによって目立たなくなっていた、主人公と悪役の対立の要素を強調させた。 劇はニア構成の大掛かりなものとなり、舞台装置はと、衣装デザインは著名な差し絵画家であるカイ・ニール・ンが手掛けた。最初に、ニール・センが王立劇場からアラジンの作曲を依頼されたのは1917年、初頭であった。当初ニール・センはこの仕事を受けることを渋った。かつて1908年から1914年まで勤めた。 王立劇場の学長として、また、同劇場で初演された、両主オルフは馬を借りの不随音楽の作曲者として、ニールセンは、劇場との面倒な関係に嫌気がさしていたからである。劇場側は説得する手紙を送り続けたが、ニールセンは乗り気でなかった。しかし、途中、1917年3月26日の返信では、 ニールセンは一つの部曲の断片を試作しており、その結果に満足している胸が書かれていた。結局、作曲者が折れて仕事を引き受けることとなり、しばらく作曲は父としていたが、1918年の夏には、ユトランド半島の北東端に位置するの別荘にて本格的に筆が進められた。1918年秋、ニールセンは、 ヨーテボリ公共楽団の指揮者のポストにあったビルヘルム、ステーンハンマルが休暇を取るにあたって代役を引き受けたが、そのままスウェーデンのヨーテボリにてアラジンの作曲を続けた。この頃に妻に宛てた手紙の中で作曲者は納期までの残り時間の不足を訴えている。また9月2日にはステーンハンマルに思っていたよりも大きな仕事で大変だということや、 しばしば装飾的な内容に過ぎない楽譜を書き連ねなくてはいけないがこれは自分の得意とすることでは無ということを書き送っている。9月11日にステーンハンマルに宛てた手紙では何、軍歌に分割した小オーケストラで実験した箇所の効果に感銘を受けたことや民族音楽の安直な真似事に終わらないように異国風の世界を手探りで進むのには 時間を要したが最善を尽くしたことを記している。上演があと1ヶ月に迫った翌1919 19年1月15日の時点でもニールセンは未だに作曲を続けていた。舞台の初演にあたってニールセンは苦い思いをすることとなった。まず演出家のポールセンがステージを拡張するためにオーケストラピットを埋めてしまったためオーケストラは 舞台セットの大きな階段の下に押し込まれる形となってしまい、曲の音量や音響は台無しにされてしまった。加えて、ポールセンは作者に無断で曲を大幅にカットしたり並び帰りし、またオーケストラ編成も縮小してしまった。音楽の粗雑な扱いに憤ったニールセンは芸術的な面での責任を負うことができないとして、公演のポスターやプログラムから、 自分の名前を消す子を要求した。劇自体の新聞表は概ね好評であったが、元々のエーレンシュレイヤーの儀曲から内容が逸脱していることに懸念を示す批評もあった。23から24万クローネという当時としては、破格の予算が投じられ、豪華絢爛な舞台セットが組まれたのにもかかわらず、結果的には1919 19年の2月から3月に、 行われた劇場での初演はそれほど成功せず、第1夜と第2夜それぞれ15回程度の上演で打ち切られてしまった。その後、1929年11月から12月にかけて、この劇はハンブルクでのにて12回再演されている。なお、この時もニールセンの音楽は大幅にカットされていたことが、当時の批評から判明している。 胃腸を基調とした、劇フズ音楽は、全5幕31曲、80分以上にも及び、作曲者のスタイルを維持しつつも、やや異国風の音楽となっている。独創的で豊かな音楽語法には、後の公共曲第5番に通じるものが見られる。例えば、狭い音域や音程で、短いフレーズを反復する、原始的とも呼べる手法が用いられている。また。 特定の動機や音響効果を、脚本のモチーフと関連付けて何度も登場させる、ことによって、音楽全体としてのまとまりを維持し、主人公と悪役の対立などを表現した。他にも、イスパハンの市場では4軍の独立したオーケストラが、異なる調整とテンポの曲を同時に演奏して、市場の喧騒を表現するなど、実験的な試みもなされている。ニールセンはしばしば、 アラジンからの抜粋を指揮し、デンマーク国内外で好評を得ることができた。作曲者による演奏記録の例としては、1919年2月6日にコッペンハーゲンの音楽協会にて、月期に先って5曲の抜粋を先行初演したほか、1923年の6月22日、ロンドンのでの演奏が挙げられる。さらに、1925年11月12日には、 作曲者の生誕60年を祝う催しにて、コッペンハーゲンのコンサート協会で、不随音楽のほぼ全曲を振っている。ニールセンは1931年10月1日にも、デンマーク放送公共楽団で、アラジンの抜粋を指揮する予定であったが、その日、ニールセンは、激しい心臓発作を起こした。それにもかかわらず、病院のベッドの上で作曲者はラジオから流れる。 祝祭更新曲、ヒンドゥーの踊り、黒人の踊りを聴くことができた。その二十六時間後、作曲者は制去した。作曲者の死後の1940年、劇不図音楽から第三幕の踊りの場面を中心にそのまま抜粋された以下の七曲が出版された。これが今日、アラジン組曲として知られているものであるが、これはニールセン自身によって編纂されたわけではない。 ただし、作曲者が生前に劇不随音楽からの抜粋を指揮した際には、曲目は以下の7曲のいずれかであることがほとんどであった。演奏海洋組曲として演奏される際は、イスパハンの史上と黒人の踊りの合唱パートは普通は省略される。なお、これ以前にも1919 19年には、劇中の3曲の歌曲が作曲者自身の手によって、 ピアノと読書のために編曲された上で出版されている。また、1926年には4曲が、1937年には、それに1曲を追加した5曲が、サロンオーケストラ用に編曲された上で出版されている。この編曲は作曲者によるものではないが、この1937年版の5曲の曲目と、曲順は、 上記の1940年版の組曲から、イスパハンの史上と囚人の踊りを差し引いたものと同じである。その他、六曲からなるピアノと、混声合唱のための編曲が、作曲者自身の手によって行われている。フルート3、ピッコロ2、持ち替え、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、テナートロンボーン2、バストロンボーン1、チューバ、 ティンパニ、タンバリン、小太鼓、組曲版は1台、全曲版では4台、トライアングル、大太鼓、シンバル、カスタネット、シロフォン、クロッケンシュピール、全曲版のみ、チェレスタ、オルガン、全曲版のみ、ハープ、全曲版のみ、言語部、混声合唱、読唱。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。